いまだに多くの謎が残されている今回の事件今日から3人の本格的な取り調べが始まります家族ぐるみの犯行とあって3人のうち誰が犯行を計画し誰が主導的な立場だったのかに加えて3人の関係性や犯行時の役割分担についても取り調べが進められますまた治務容疑者の車についても昨日から検証が始まっていて 納容疑者とルナ容疑者が事件当日に乗ったとみられる車の中に事件に関係する証拠品がないか捜査が進められています3人の自宅の家宅捜索と現場検証は明日も続けられる予定で警察は引き続き事件のいきさつを調べています以上同系記者クラブからお伝えしました